ダインシュテットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村で、ザムトゲマインデゼル人間ンンの本部所在地である。首湯であるダインシュテットの他に、マールシュテット、シュティュー、ロール、レー、ハステンベック、フィゾーの集落がこの町に属す。この町の北部とマールシュテット地区を、ベーファー川が流れている。ダインシュテットは1148年に、 初めて文献に記録されている。マールシュテットは、これより、前の1132年に、ブレーメン大司教領の記録棒に記録されている。1974年の町村合併により、マールシュテットとダインシュテットが合併した。この町の町議会は旧議席からなる。青字で上部に、金の首輪の留め金、下部は金の水車の輪が描かれている。 前者は1938年に超域内で発掘された青銅器時代の出土品を描いたものである。水車は1132年にはすでにマールシュテットあったことが判明している下での制御オルク修道院所有の水車の輪である。ダインシュテットは軍道108号線に面しているが、この道路は町の外数キロメートルの場所で連邦道 B71 号線に合流する。 B71 号線は町境をかすめて走っている。この町は B71 号線経由でブレーマーハーフェンやセーフェンと結ばれている。ダインシュテットを現在も貨物列車が運行している鉄道ブレーマーハーフェン、ローテンブルク線が通っている。B71 号線沿いには1969年に旅客営業が停止されたダインシュテット駅の跡が残されている。 ありがとうございます。